バウンディーチューブをご覧の皆様、はじめまして、エコーピースです。1月13日キズナジャパンよりエコーピースのファーストミニアルバム、音楽は世界をつなぐ愛の言葉をリリースします。イエイイエイ。今回のコンセプトですけども、そうですね、今回のコンセプトは愛、愛をテーマにしたアルバムとなっております。恋人、父親、母親、大切な 人へのね、メッセージを込めた、アルバムとなっております。ぜひ、お聴きになってください。はい、それでは本作のリード楽曲、エコーピース、アナザーウェイ、ご覧ください。どうぞ。どうぞ。もう二度と君に会うことはないと、冷たいメールを送った。でも心はまだ君を求めてる。胸を引き裂く思い出が、君はどんな時でも一人じゃないんだ。優しい風になって僕がそばにいるから、君に出会えたこの奇跡の中で、君が僕を愛という名の光で君が好きだった、ずっと好きだった。でも伝えられないままで、あの頃二人で描いてた夢は今も輝き続けてる。僕はどんな時でも一人じゃないんだ。君の笑うその声、今も
君を思い出す柔らかな痛みと共に